ユイヤングはお笑い芸人の品川優作による日本の小説。2011年3月に映画化された。リトルモアから観光され、鈴木大がカバーイラストを担当した。コンビ結成10年目を迎える売れない漫才コンビでボケとネタ作りを担当するヒオットは相方から解散を告げられる。焼け酒を飲みトラブルに巻き込まれ留置場に入ったヒオットはそこで 全身タトゥーの不良、竜兵に出会う。竜兵と少しずつ会話する中で、彼のツッコミの才能に気づいたヒオットが、コンビ結成を申し込むと、意外にも竜兵は承諾する。2011年3月19日に公開された、作者の品川が自ら監督、脚本を務めた、自身の原作による、ドロップに次ぐ2作目の監督作品。佐藤龍太と、植地雄介の W 主演。 主題歌はスーパーフライが担当し、劇中歌はユうスケが担当した。東北地方太平洋沖地震の影響で、休館や営業時間短縮もあり、全体の工業収入も落ち込んでいる中、全国192スクリーンで公開し、2011年3月19、二十日初日2日間で、公衆は、公衆8、600万4、500円。 動員は68,206人、初日3日間で、公衆公衆1億3、912万8、600円、動員11934人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第8位となった。角川シネマ有楽町と大阪の梅田ブルク7と、ナンバー、パークスシネマで行われた、舞台挨拶上映会と、初回終了後に行われた、 募金の合計2255,228円が日本赤十字社を通じて義援金として寄付されており、沖縄国際映画祭でのプレミア上映では、被災地での無料上映会も検討していると語っている。ヤングエース2010年10月号より2011年8月号まで、安倍淳の作画による漫画が連載された。ありがとうございます。